ジェット大好き前回までのあらすじ XE3 というね富士フ,フィルムのこのカメラをもう1台2台目もうちょっと安いサブ機はないかなと似たような大きさ XA5 だフラッシュアクセサリー集ちゃんとついてるんでマイク入力マイクロ USB でこ,こから充電ができます作例写真をたっぷりお見せします沼沼沼沼 はい、こちらね映、えー、レンズ L をつけてみたところですけどもねまあ非常にコンパクトに収まりますよねファインダーはついておりません、えー、今回ね XE3 のサブ機として考えてたんでねファインダーついてるのとファインダーついてないのでねやっぱり取り方が変わってきますね、えー、ただしですね、あのー、内蔵フラッシュですねこれついてるのはやっぱりありがたいなと思います、えー、それからですね液晶がねこう展開しますね 自撮りもできるとまあそれはまあ一長一短ですね液晶がこうチルトになっている分 XE3 よりは若干厚みがあるんですほんの若干ですけどもねその厚みがねうーんちょっとシンプルさを XE3 の撮影体験と比べるとやっぱりちょ,ちょっとねスピードが遅い分も加えて ちょっっっとやっぱり撮影体験ななうかなってただボディのデザインはね非常にこれはこれでいいまあ XE3 は大好きなんだけどもこれはこれで好きだなっていうはいそれじゃあね作例の方見たいと思いますいや普通にいいんだよななんかな普通にいいんでちょっと拍子抜けしますねなんか期待した以上に良かったんですよ。 それ以上言いいようがないんです期待した以上に良かったんでなんだかなって感じエントリークラスのデジカメでねこれなんですよねあお値段言ってなかったねお値段後で言うわなじゃあないやそれにしてもすごいよねざらつかない。 これはね逆にざらつかないっていうのがねすごくよく出たんじゃないかないい方向に出たなっていう気はしますねでもやっぱりざらつきが欲しいよおっちゃんはざらつきが欲しいんだ <laughs> で、えー、最後これはですね MSOptics 宮崎工学さんの「ペラール 17mmF4.5」というね え素晴らしいライカ M マウントのレンズがあるんですけどもねライカ M マウントのマウントアダプターフジフィルムさん純正で出しておりますからねまあ相性は全然悪くないんですよね非常にいいなあというねやっぱりライカ M マウントレンズねフジフィルムと相性がいいですよねただ ISO6400 来来いただけませんねほ,ほぼね、あのーまあ、日没も迫ってきた時間帯なんで非常にね実際目で見た時はね真っ暗に近いんだけどもねいやーぐちゃぐちゃっとするね EOSO6400 はねさて動画も撮れます、えー、動画はですねフル HD だとまあ全然平気なんですけども 4K で撮影すると なんんと毎毎秒秒フフレー <laughs> フレーームムでですしか撮れませんただ逆にこれがですねあのこれはねうつレンズ L を使ったんですけどもね8ミリフィルムみたいな味をね醸し出しておりますでしょこれ。15コマまでねコマ数落とすとねここまで味が出てくるんだなっていうね でしかも映レンズだからねいやもうどう見たってこれ昔の 8mm フィルムみたいな味だよなって16対9だからまだね今時のビデオだなと思いますけどもねちょっとこれね3対2とかね4対3とかで撮るとねもう完全に 8mm フィルムだと思っちゃうんじゃないかなっていうそういう動きをしますよね。いや実に味があって素晴らしい えー、これを手放しで褒められるかっていうとちょっと無理だなと思うんだけども、まあ、手放しで喜ぶわけではない15フレームの 4K でございました。はい、でおいくらだと思いますか私が X-E3 5万いくらでで中古で買っ,たっていうねまあこれそこそこ、えー、いいやつですもんねいいカメラなんですよ。えー、それに対してサブ機で。 これも片落ちなんですよね今後継機種が出ておりますけどもね、えー、これね3万円台 Amazon で見たらね3万円台だったんですけど、えー、6月末ぐらいまででしたっけあのキャッシュレス割引みたいなのがあるじゃないですか、えー、でねこれ買ったのは最終的にこれボディボディ単体で買ったんですけどボディ単体で えー、3万ちょいですねあの液晶保護フィルムと合わせて3万1,800円とかだったかなそんなもんですよほぼ三もう液晶保護フィルムも入れてですからねだからほぼ3万円ぐらい <laughs> 税込みですよほぼ3万円ぐらいでボディーが買えちゃった。 まあフジフイルムのレンズとかね打つレンズとかはね何本か持ってますからねボディだけで事足りる方はね3万円ちょいの出費でこれが買えてしまうと先ほどからお見せしてた作例写真良かったでしょ全然悪くないんですもんスマホで撮るなんかよりももう全然僕はお気に入りだなと思うし味があるな動画も面白いですわな スマホのの動画の方が今やちゃんと撮れてしまう <laughs> なんで15フレームやの <laughs> なんで15フレームなのかと非常にその残念さがすごい味につながってるってだってだってねここにマイク端子あるんですよ。<laughs> マイク端子あるのに 4K15 フレームっとわっけが分からん。<laughs> なんでそういうことをしたんですかね。その仕様は何なんですかね。わけがわからんでしょう。まあ動きがもっさりする、もっさりしてるっていうのはあるんでね。まそこが残念だなと思うんですよね。XE3 はバン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 サク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 取っていける。これのこれやっぱこれに無理してでもやっぱりこれ2台買うべきだったかなという気はしてます。元々の発想で言えばね。 XE3 がもう1台欲しいなでもちょっと高いなっていうところでこれを3万円のこっちを買ってるからねただもうちょいもうちょいあと倍ぐらいになっちゃうけども XE32 台の方がサクサク取れて気持ちよかったんだろうなっていうのは分かるただこれも意外に悪くない値段の割にはあれって悪くないいただフィルムグレインがついてない。 僕はね、やっぱりね映レンズでフィルムグレインでザラザラとザラつきが欲しかったザラつきがなくて本当に滑らかでいい絵だったよね。<laughs> ということでまあどっちもいいんですけどねえ皆さんどう思いますかね僕はねでもこれやっぱりねもっさりした動きがねすごくちょっと体験を損なってるなーっていう気はするんでね一旦手放そうかなと。 そう思ってますじゃあね次は何に変わるかなね <laughs>